お世話になっております、マサルです。今回はマルウェアと攻撃ツールについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずマルウェアの種類についてお話しします。その後代表的な攻撃ツールについてもお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。まずはマルウェアの種類についてお話しします。マルウェアというのは悪意のあるソフトウェアやコードの総称のことを言います。代表的なマルウェアとしてコンピューターウイルスとは、意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことを言います。ウイルスという名前の通り、実行ファイルやデータファイルなど何かしらのファイルに寄生するという特徴を持っています。一方ワームは宿主を必要とせずに単独で存在できるプログラムです。自らを増殖して感染を広げていきます。感染 PC が同一ネットワーク上に存在すると、別 PC もワームに感染してしまう場合があります。トロイの木馬は正常なプログラムを装って存在するプログラムです。特定のタイミングや外部からの攻撃者の指令によって攻撃を開始します。ボットは攻撃者が不正にコンピューターを操作するためのプログラムです。ボットがネットワークを形成したものをボットネットと言ったりもします。ランサムウェアは感染した PC の外部記録装置を暗号化したり、コンピューター自体をロックしたりすることでユーザーが利用できない状態にして、暗号化の解除またはロック解除をするための金銭的な要求を行うプログラムのことを言います。特にランサムウェアは最近被害も増えているので注意が必要です。次に攻撃者が利用する代表的な攻撃ツールを見ていきましょう。バックドアは攻撃者がターゲットに不正侵入をするためのプログラムです。バックドアが仕掛けられてしまうと、攻撃者は正規の認証方法なしに不正に侵入することができてしまいます。ルートキットは様々なツールをまとめたものです。主にログの改ざんなど不正アクセスの証拠を削除するために利用されることが多いです。キーロガーは PC で入力したキーボードの内容を記録するソフトウェアやハードウェアのことを言います。利用者の入力情報を取得することで機密情報を盗み出します。ちなみにハードウェアタイプのキーロガーは普通に Amazon で売っていたりします。キーロガーを使ってキーボードと PC を接続すると、キーボードからの入力情報がキーロガーに記録されてしまいます。ノート PC であればキーロガーの存在にすぐ気がつくことができますが、デスクトップパソコンの背面の USB に勝手にキーロガーをつけられていたら気がつくことができないかもしれませんね。こういうツールが簡単に手に入れることができてしまうので、とっても怖いですよね。以上、今回はマルウェアと攻撃ツールについて一緒に勉強しました。ここで少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。こちらの資料は情報セキュリティ重大脅威2023の資料なのですが、個人向けの1位と2位、組織向けの1位と2位、それぞれ隠れているところにはどんな脅威が入りそうでしょうか。少し考えてみてください。それでは答えです。答えはこちら。個人向け脅威第1位がフィッシングによる個人情報等の詐取、2位がネット上の誹謗中傷デマ、組織向け脅威の1位がランサムウェアによる被害、2位がサプライチェーンの弱点を悪用した攻撃。このような結果になっています。この中では組織向け2位の脅威、サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃というのが少しイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。もしよくわからないなという方もご安心ください。情報セキュリティ重大脅威の資料には、その脅威がどういう脅威で、またどういう事例と傾向があるのか、しっかり説明してくれています。このような事例を読んでおくと、試験で出題される事例もイメージしやすくなる部分もあると思いますので、皆さんもお時間あれば情報セキュリティ重大脅威には目を通しておいてください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。